はい、億万長者合宿をご覧の皆様、そして吉谷さん、いつもお世話になります。速稼塾の久保です。まあ、お金は後からついてこないっていう説と、お金は後からついてくるっていう説、2つあるわけなんですけども、これは両方とも正解だと思うんですよね。で、結局お金がどうしてもね、後からだろうが先だろうがついてこないっていうのは、お金を得るような活動をしてないってことなんですよ。吉谷さんが言われたみたいに、やっぱりね、人に気づかれてないっていうのが最もまあ最悪なわけなんですよ。気づかれてなければ、どんないい商品を持っていても、どんないいね、人柄を持っていても、気づかれてないわけですから、いないのと一緒なんですよ。例えばね、想像してもらいたいんですけども、今ね、まあ、そうですね、カリフォルニアっていう街がありますよね。あそこに、ものすごくね、あなた好みの女性がいるとしますよね。でも、知らなければ気づきようがないですよね。これと同じことなんですよ。もう一個想像してみてください。あなたが、世界中75億人ぐらい人がいるんですけども、75億人の人の前に出て行って、じゃあこの人のことがタイプな人っていう風にね、女性の方に呼びかけたら、一人もいないってことは多分ないと思うんですよ。要するに、知られること、知らせることによって確率が上がるんですよね。じゃあどうやって知らせるのか、どうやって知られることになるのかっていうと、やっぱインターネットの活用以外迅速な方法ってないと思うんですよね。で、もしくはね、それがどうしてもしたくないんだったら、自分の今通ってる職場、もしくはお住まいの地域に対して、自分のことをもっともっと知っていただけるような活動をすればいいんですよ。でもそうではなくて、毎日出勤してるのに、出勤した先では要件以外は何もしてない、飲み会にも行かない、余計なことはしないんだっていうふうになっちゃうでしょ。でも余計なことの中に、余計じゃないことがかなり含まれてるんですよ。飲み会に行って、女性社員と意気投合して、それからデートにつながるってことは、誰でも想像できることだと思うんですよね。でも、自分が飲み会に行かなければ、職場で会う、本当断片的な女性社員しか見ることができません。これは女性から見て男性も同じだと思うんですよ。で、そういう断片的なところでね、人を判断することって非常に難しいのと危険なんで、やっぱりいろんな側面を見ていきたいなっていうことで、多分デートをしたりすると思うんですけども、いきなりデートじゃなくて、飲み会で別の側面を見た上で誘うべきなのか、誘われるべきなのかってことが判断できると思うんですよ。じゃあですね、私は吉谷さんみたいに毎日動画を上げて、いろんな側面を見せていると、だんだん人って見えてくると思いませんか。で、逆にですね、私は吉谷さんっていうのは、視聴者さんに会う機会ってあるわけなんですけども、こちら側からしてみればね、初めましてなんですよ。でもずっと見てるから、見てる方から関すると見ると、うわーなんですよね。この落差なんですよ。で、この落差をいつまでもうわーの立場にいるんではなくって、ぜひね、発信する側に行って、そして見てる方にね、一人一人に語りかけていただければいいんじゃないかなと思います。今深夜の2時半なんですけども、3時か3時になりましたけども、私もですね、誰もいないところでこうやって喋ってるわけですよ。誰もいないところでこうやって喋ってるのに、多くの方が私を認識するでしょ。不思議な図ですよね。私一日中この部屋から出ない時とかあるわけなんですよ。でも多分、毎日外出している方よりは知られている存在になってるんじゃないかなと思うんですよ。ぜひね、このあたりをビジネスにうまく活用して、インターネットビジネスを成功させていただきたいかなと思います。インターネットビジネスって何なのかっていうと、知られているかってこと、そして知らせているかってこと、これに集約されるんではないかなと思うんですよね。私みたいなもんでもね、多少名前が通るようになりましたんで、大丈夫ですよ。やってみましょう。で、そこに商品を紹介するだけですから。で、できればその商品っていうのは自分で作ったものが責任が取れていいですよね。はい、それでは今回は以上です。